続いてはエントリーナンバーが9番ですね。トマト8番エントリーナンバー続いて9番どうぞ。大丈夫ですか。はい、こちらのテーマは何ですかね。ウォーキングでのゾンビです。ゾンビ。さあ見せどころ、アピールポイントは仮面が見せどころということでね、お顔じゃ審査員の皆様方によく見せてあげてください。大丈夫ですかね。はい、ではゆっくりとね進んでいただきますよ。拍手でお見送りください。大丈夫かしら。マジで。はい、よろしくお願いします。続いてはエントリーナンバー10番です。どうぞ。担当さんです。こちらのすごいのが出てきましたけれどもね。さあこちらのテーマは何でしょうか。じゃあアピールポイントはどの辺になりますか。おしゃれしてきました。おしゃれさんがねおしゃれしてきたということで、この辺もしっかりと見ていただければと思います。猿の惑星から今日はわざわざやってきてくれたんですよね。やってきたよ、やってきたよということでね、しっかりと審査員にもアピールをしていただきまして、はい、ではおすすめいただきましょう。大きな拍手をお願いします。はいですね、いろんなところからいろんな人が来るんですね。エントリーナンバー11番です。秋元さんだぞ。ゆっくりと進んできました。さあテーマは何でしょうか。黒猫ですということで、ネタの編集懸命頑張ったかな。手のここにちょっとね傷みたいなの作ったんだそうです。ここがアピールポイント。審査員の皆さん見えるかしら。かわいい黒猫ちゃん、絵本機も持ってきてくれたんだね。これも作ったの。これはわからないそうです。でこちらのね手とこのかわいいお顔しっかりと見届けてください。どうもありがとうございます。はい、じゃあゆっくりお兄さんの方に進んでいってくださいね。拍手をお願いします。続いてはエントリーナンバー12番です。今井さんどうぞ。かわいい二人組でございます。さあこのテーマは何ですか。これ何のあれお顔にしたの。魔女、魔女だそうです。このお顔は誰が描いてくれたんですか。ママに描いてもらったお顔、じゃあみんなに見せてくれるかな。前の方向いて。すごいね、いっぱいペイントしてますけれども、この長い髪はどうやってつけたんですか。カツラでつけたそうですね。可愛らしい魔女のお二人でした。ミルキーのキャンディーも持ってますけれどもね、皆さん大きな拍手をお願いいたします。じゃあ、あっちの方に進んでもらっていいかな。はい、ありがとうございます。続いてはエントリーナンバー13番工藤さんどうぞ。ずいぶん素敵な方が登場となりましたけれども、さあテーマを教えていただけますか。白雪姫です。白雪姫、ずいぶんとねゴージャスな感じですけれども、見せどころをぜひ審査員の皆様にもアピールしていただけますか。見せどころはですね、やっぱりちょっと魔法の鏡なんですけれども、ちょっとシャイニーで
ました。はい、白雪姫ちゃんに関してはどうでしょうか。姫ちゃんちょっと水を食べて倒れてる奥さんに行くと、ちょっとはい、はい、リコを食べてね、倒れる予定だったんですけど、ちょっとね、今日ギャラリーが多いということで、まあ、とても素敵なファミリーですよね。ぜひ皆さんね、応援してください。アピールは何かいいですか。はい、白雪姫ということでね、魔法のカフィさんもご一緒に参加していただきました。ありがとうございます。すごいですね、皆さん。続いてはエントリーナンバー14番です。太田さんです。あらまあ、セクシーな感じで。テーマは何でしょうか。80年代の悪魔でございます。80年代の悪魔。しもしも審査員にアピールをお願いします。アピールは歯が命です。芸能人もね、歯が命ですけれども、悪魔も歯が命ということで磨いてます。はい、ぜひね、その辺も審査のポイントに入れていただければと思います。後ろもね、羽が開いて素敵ですね。くるっと回って進んでいただきましょう。ありがとうございます。さあ、続いてはエントリーナンバー15番、片山さんです。どうぞ。あらまあ、あらまあ、どっかで見たことがあるような。テーマは何でしょうか。ふぐ田サザエ24歳です。ふぐ田サザエさん24歳。アピールポイントは何もちゃんと入ってますね。小道具とあそこの前髪。ああ、前髪ね、上手に作ってるんですね。こちらはどうしたんですか。これも作りました。作ったということで、じゃあ皆さんね、ちょっとこうカゴなんかも見せていただいて、すっかりサザエさんですからね。その辺も見ていただければと思います。何かいいですか、一言。来年も見てくださいね。じゃんけんぽい。ありがとうございます。おちょっとね、水もシャワーのようになりましたけれども、ありがとうございます。さあ、皆さんね、力作が多いですよね。ちょっとね、頭上にも注意していただいて登場いただきましょう。さあ、続いてはエントリーナンバー16番、吉崎さんです。どうぞ。さあ、テーマをお願いします。マリオとルイージョです。はい、アピールポイントはどの辺ですか。マリオが絶世のビルなんですけど、あえて顔を隠して顔を隠してるところがね、ポイントとなっています。美人なんです。美魔女と美人がね、揃ったということで、この衣装はどうされたんですか。買いました。衣装は買ったそうですけれども。でもね、いろんなね、振り付けなどもしていただきましたので、その辺をしっかりと見ていただければと思います。はい、ありがとうございました。拍手お願いします。